皆さんこんにちは。ゆっくりマリサだせ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。さて今回で北条家を滅ぼし関東を平定するぜ。ふん、ご北条もこれまででおじゃる。その前に軍神を城主にしておくぜ。これでまた強くなるでおじゃるな。軍神を城主にすると陣形で車係が選べるぜ。え、戦法じゃないの？戦法もあるがここでは陣形の話だぜ。そもそも今作に陣形とかあるのね。家臣もつけておこう。さようであるか。軍団はまた今度だ。今回は城主ってことで。てなわけで今回もザキカキがガンガンいっちゃうよ。さて、まずは佐野家を滅ぼすぜ。佐野家ってまだ生きてたでおじゃるのね。佐野家を滅ぼしそのまま関東平野に殴り込みだぜ。御意にござる。さあ軍神も出陣だぜ。全部騎馬で行くぜ。御意にござる。ほらほら、ここが車がかりになってるだろ。さっきのが陣形なのね。まあでも軍神プレイじゃないから合戦で選べないんだけどね。なんだよそれ。しめしめ、北条と里見が戦を始めたぜ。そのまま潰し合うでおじゃる。承知いたしました。よし、軍神たちはそのまま平井城を攻めるぜ。出陣するぞ。礼にござる。我が道を開けよ。我らが負けるなどありえん。逃げることはできぬぞ。加勢いたします。お、宇都宮家を取り込めるようだぜ。おお、これでまた大きくなれるでおじゃる。これで戦国大名の宇都宮家は滅亡だ。うむ、苦しゅうないぞよ。よし、落ちたぜ。さすが軍神でおじゃる。逃しはせぬ。さあ北条領、今からどんどん切り取っていくぜ。御意にござる。許しにするな。うむ、唐沢山城も落ちたぜ。そして佐野家も滅亡だ。佐野家も他愛なし。お待ちした。うん、山の内上杉家も取り込めるそうだぜ。ほうほう、何がしのりまさ殿、苦しゅうないぞよ。ここは貴様らの地獄よ。よし、押し城も落としたぜ。うむ、順調であるぞよ。出陣するぞ。お助けいたします。よし、関宿城も落ちたぜ。敵将、あ、今作の北条家も弱いのう。よしよし、岩月城も落ちたぜ。さようであるな。敵将、捕獲した。加勢いたします。うむ、小金城も落ちたか。我らの勢い、とどまるところを知らぬわ。まったくだぜ、どこまでも行けるぜ。しかりしかり。お任せください。承知いたしました。見ろ、川越城も落ちたぜ。そのままガンガン攻めるでおじゃる。捕らえたり。主にするな。生きるのだ。かかれ。敵を追い詰めます。うむ、江戸城もこの通りよ。敵将、どうした北条。ザキカキに臆したと見える。ふん、佐竹目、しれっと里見を攻めているぜ。ち、空き巣のような真似をしおって。まあ良いわ、今は北条家を滅ぼすことに集中だぜ。異彩承知。おお、出てきたか。やや、あれなるは近すえ。ザキカキを盛り立ててくれよ。よろしく頼むでおじゃる。なになに、今度は岩木家を取り込むと。良い判断でおじゃる。うむ、これで戦国大名の岩木家も滅亡だ。表情を始めましょう。さようであるな。報告いたします。佐竹目、元桜城を落としたか。ぐぬぬ、いずれ取り込んでくれるわ。その通りだぜ、今は北条家に全力だぜ。敵を追い詰めます。出るぞ。必ずや勝つ。うん、佐竹家から使者とな。何、従属関係を解消だと。佐竹目乱心したか。佐竹目、おにょれ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 、うりー。あ、霊夢が人間をやめてしまった。人間なんてララ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 。吉田拓郎、人間なんて、おっさんがいるぞ。両つべで検索したら黒巻高校出てきて草。
おっさんネタ言ってる場合じゃねえ。今から全力で佐竹を攻めるぜ。おお、そうであった。佐竹目覚えておじゃれえ。しかし佐竹目、反旗を翻すとは乱心かザキカキと知っての狼藉か。ええー、どちらでもよいわ、皆の者、ケツラを安咲きにせよ。ここはザキカキ自ら出陣してくれる。討伐してくれる。いな、これは討伐にあらず、重罰である。言葉遊びなどどうでもよいわ、佐竹義明を受け、撃てここは気を取り直して千葉家でも取り込むか。千葉殿、英断でおじゃるぞ。お命令を。こうして見ると力の差は歴然。愚かなことよ。己の野心にほだされたか。小さい小さい。敵なし。加勢いたします。大吉、お助けいたします。出陣します。敵を追い詰めるぞ。敵を追い詰めます。続々と城を落としているぜ。捕らえました。当然でおじゃる。任せくだされ。承知しました。我が戦お見せしましょう。我が策、戦場を制す。包囲します。ほほう、姫もケツの反落は許せんと見える。捕らえたり。我らが攻め寄せる間、罪の深さを今一度噛み締めるがよい。我が道を開けよ。まったく話にならぬ。さようであるな。敵将、北条のこともある。遊んでいる暇はないぜ。御意にござる。かしこまりました。我らが負けるなど、ザキカキを怒らすとどうなるか知るがよいわ。しかりしかり。生きるのだ。この城を落とせば終わりだぜ。我が道を。やれやれ落ちたでおじゃる。そして佐竹家も滅亡だ。知らぬ。お待ちした。さーて、捕虜の処遇だぜ。おめおめと生き恥をさらして縄につくか。だが他の武将に罪はないぜ。さようである。佐竹義明に塩賜る。ナム。さてこの際だ、先に里見家を滅ぼそうと思うんだぜ。良き考えかと存ずる。手柄を立てよ。お助けいたします。まずはシーズ城を落としたぜ。シーズと読むのね。捕獲しました。待機せよ。助立ちします。主にするな。うむ、万華城も落ちたぜ。さっさと落として遅れを取り戻すでおじゃる。命にするな。生きるのだ。加勢いたします。ほれほれ、立山城も落ちたぜ。いい山城かと思っちゃった。捕獲した。いざ、ま、我が道を開けよ。ほれ、ぐるり城も落ちたぜ。これで残る城はただ一つ。捕らえたり。止まれ。承知いたしました。ではこれより里見家を討伐する。それでは参る。いざ、岬。待機せよ。止まれ。待機せよ。止まれ。これで北条攻めの足がかりができたぜ。さようであるな。そして里見家も滅亡だ。敵将、里見家も他愛なし。止まれ。助立いたします。さあ今度こそ北条家を滅ぼすぜ。異彩承知。内容も順調だぜ。さようであるな。ち、今度は今川が包囲網か。今川義元を御礼、覚えておじゃれ。どれどれ、敵の連合を確認するか。武田家は入っていないでおじゃるな。停戦が効いているからかな。まあいい、今のうちに北条家を滅ぼすぜ。御意にござる。これが戦の作法よ。これで玉縄城も落ちたぜ。さようであるな。出陣するぞ。よし、久しぶりの小田原だ。手合わせ願おうか。対戦をなしやす。行くぞ。いつ来ても広いな小田原は。だが今の北条には広すぎるかもでおじゃる。
敵城門突破しました。よし、突破したぜ。小田原城内、ザキカキがまかり通る。お任せください。よし、次はこの城門を突破するぜ。異彩承知。我に続け。おっと、ヤッコさん出てきたか。もはや衰退の一途、北条も落ちたでおじゃる。出しました。かかれ。退却する。ヤッコさん退却だぜ。敵城門突破しました。そして城門突破でおじゃる。いい機会だ。小田原城の天守を落とすぜ。ここをザキカキの本城とするでおじゃる。よし、落ちたぜ。お見事にござる。我が道を開けよ。敵将、北条家も大なしってあれ、まだあんの。待機せよ。あと一つ残ってたぜ。引っ張るでおじゃるな。戻るぞ。ではこれより北条家を討伐する。それでは参る。いざ、ニラ山。この戦、我らの勝ちだ。これで北条家も滅亡だ。ご北条家も大なし。捕獲した。それでは勢力図を見てみよう。今回でやっと関東平野を平定することができたわね。一時はどうなるかと思ったぜ。まったくでおじゃる。佐竹を如礼。まあ過ぎたことだ。それより次は今川、武田家だ。気を許すなよ。御意にござる。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さて次で包囲網の恨みつらみ晴らそうか。次回もこうご期待。それではご視聴ありがとうございました。